住んでますね。営業最高っす。本気なんで。大学で言ったら、まあ、偏差値40ぐらいの F1 ですし。おはようございます。レッツコのいらです。大阪に来ています。今日は社員密着です。行きましょう。おはようございます。ついに来ましたね。来ました。お願いします。今日は一日密着します。お願いします。では行きましょう。では改めてですね。はい。自己紹介お願いします。大野雅也と言います。はい。今外資系の IT の会社で営業をしながら、ゴールデンではキャリアの事業とか、あとは組織コーチング、はい、キックとアナスもあってます。5月に入ったんですけど、はい、まあ、2ヶ月。最高な毎日ですね、はい、これからぶち上げていきます。外資系の営業が今メインってことですか、じゃあ。まあ、それしながらゴールビーもって感じですね、はい、バリバリですね。いや、これからです。どんな一日なのかちょっと楽しみです。はい、お願いします。行きましょう。おっ、まずは朝ごはんですか。はい、これめっちゃおすすめです。おー、朝からなんかクロワッサンに変えてます。いい感じのやつ食べますね、はい、これいつもここに。あー、築地。クロワッサン CM 山田君です。おはようございます。おはようございます。山田君とは週4で朝ごはん食って筋トレして、はいはい、お前のモチベーションになってます。週2すんの。どうすか。どうも。はい、チョコプラ松尾さん。どうす。大野さん、はい、どういう人っすか。一言言ったら、めちゃくちゃ結果も出しつつ、はい、人思いな男っすかね、はい、なるほど、はい、人思いの男です。ほら、どうぞ。どうぞ。はい、山瀬さん、はい、雨やみましたね。やみましたね、雨。これがマサヤパワーですか。はい、僕となった雨さ、やみます。最高です。今日のスケジュールを教えてください。今日は朝ごはん食ったんで、はい、今からちょっとオフィス行って作業します。はい、でその後芦屋駅の方移動してお客さん対応した後に、うん、また大阪戻ってきて作業して打ち合わせして、うん、打ち合わせして、はい、打ち合わせして今日は割とあの外資系のお仕事がメインという感じですか。今日は日中そうですね、はい、で18時からポパコン切り替えて、はい、オールゴールビーでいきます。はー、なるほど。はい、行きましょう。 OK です。はい、大野さん。はい、さっきあのご友人がですね、はい、結果を出すと言ってたところ、はい、これちょっと気になっててですね、なんか具体的に教えてください。そうですね、多分外資系の IT の会社の方では社員7万人ぐらいいるんですけど、まあ、その中で去年とかだと、まあ、上位のスーパーに入って表彰してもらったりとか、はい、あとは3年ぐらい今ここ働いてるんですけど、はい、まあ、毎年昇進して、まあ、最短で昇格したりとか、はい、なんかそういう形で成果結果は残していますね。めちゃめちゃエリートじゃないですか。まあまあエリートっす。ちなみにですけど、はい、年収とかって今どんぐらいですか。年収ですか、はい、年収か、言える範囲で。いや、ちょっとこれいい、2000万円です。今から移動します。電車乗って芦屋駅まで行くので、はい、ちなみに雨、山下来ました。お楽しみに。営業ですね、今からね。本業今からバチッと営業してきます、はい、よし。お待たせいたしました。おはようございます。今、訪問前の最終チェックします。ご利用くださいまして、ありがとうございます。高級住宅街、芦屋。はい、もう着きますね。将来住みましょう、芦屋に。一緒に一緒に。まあ、早く着きましたね。はい、早かったんですね、ちょっと。今回に関しては、こちら、受け付けて。はい。こうなってると、バッチリ。行ってらっしゃい。じゃあまた。はい、お帰りなさい。どうでした。めちゃくちゃ良かったっす。お、社長だったんですけど、はい、社長も本気だし、うん、僕も本気なんですよ、うん、本気と本気をディスカッションしていって、はい、たった1時間なんですけど、なんか1個の道筋が見えるというか、うん、こうやっていきましょうっていう、その最終合意した瞬間、はい、これがマジで最高に楽しいですね。
これやっぱ本気対本気で、はい、熱量があるからこれできると思ってて、うん、やっぱこの瞬間が1時間で作ったりとか1時間できるっていうのがマジで楽しいです。営業好きなんですね。もうね、営業最高っす。本気なんでお互いが最強っす。訪問営業終わりました。お次は、次は一旦家帰ってランチ行ってみます。おっす。はい、松田さん、はい、まあ今日密着しだして3、4時間くらいですかね、はい、まあしっかり稼いで営業ゴリゴリやってと、はい、ちょっとねエリートなんのかなと思ってて。ああ、僕はですか。そうそうそう、はい、昔からやっぱそんなイケてる感じだったんですか。いや、もう真逆でしたね。真逆。はい、だって僕大学で言ったら、まあ、偏差値40ぐらいの F ランですし、はい、それは F ランっすね。はい、周りのやつなんてパチプロか、はい、金髪のヤンキーか、はい、カラオケオール大好きなやつしかなかったんでそこで4年間やってきましたね、はい、どういうきっかけでこんななんか今みたいに爆発したんですか。いや、遡ると、はい、まあ、高校の時とか、うん、高校生まで僕野球ずっとやってて、はい、高校3年間はずっと丸坊主で、はいはいはい、でなんか朝早く行って勉強して、うん、で夜ずっと野球するみたいな生活したんですよ。高校球児。そうですね、いわゆる高校球児ですね。全然試合出れなくて、公式戦とか僕一回も出てないんですよ、はい、で最後の夏の大会もあのボール拾いしたりとか、はい、応援したりみたい な、はい、なんかそんなんしかしてなかったんですよ。チームがいい結果出してみんな嬉し泣きしてるんですけど、うん、僕だけ悲し泣きしてるみたいななんだこれみたいな何やってたんだこの3年は。マジそうっす、はい、僕の人生ってこんな感じで一生終わっていくんじゃないかって思ったんですよ、うん、でめっちゃ後悔してた時、はい、そっからなんか興味あることに挑戦したりとか、はい、なんかどうなるか分かんないけどとりあえずやってみるっていう、うん、まずそういったこうやってみるみたいなこうマインドがすごいつきましたね。あ、なるほど。そこでマインドセットが出てきたわけだ、ね、はい、そうです。マジで後悔したくないっていうのが一番大きい、うん、僕の中で原動力。そうです。なるほど、ありがとうございます。はい、ランチ転職いきます。はい、健康意識高いですね。はい、最高です。野菜がね、やっぱり効いてくるんですよ、はい、効いてくるっていうのは健康に効いてきます。うん、農家さんの顔浮かぶ、美味しい。はい、ます。うわ、天井バカ高いじゃないですか。今から帰って着替えて、はい、ウェブ会議準備します。マサヤさん、いいとこ住んでますね。まあここなんかでティータイムとかしてもいいですけどね。ティータイム、ティーなんか飲んじゃってティーします。よいしょ。ティー、帰ってきました。次の予定は、次1時半からウェブミーティングですね。次はリモートなんですね、はい、そうです。そこからリモート2本打ち合わせ入ります、はい、ちょっと時間ありますね。そうですね、ちょっと風でも当たりますか。よし、天気最高っす。見てください、最高な天気です。これちなみに家賃いくらっすか。20万です。おい、どういう間取りで20万ですか。マイルデーキ20万。一人で住んでるんですか。一人です。スワイプしてないですか。184センチグルメ募集中訪問です。仕事の方訪問して帰ってきて、はい、秋尾ブログさん、大野正也さんと2ヶ月働いてみてどうですか。いいっすね。ほう、なんですかね、まあ、でかいのと何より一番特徴的なのはいい意味でバカ成果出す人いろんな種類がいるけど、頭めっちゃいいわけじゃないけどめっちゃ素直で、でもやる気めっちゃあって行動できる、実行できる、でもやるだけやろっつって前に決まってもうバンバンいけるタイプの成果出す人、うん、好きです。おどうぞ。オーナーハウスに突
次お邪魔します。はい、ルームツアーお願いします。 OK です。じゃあ行きます。はい、リビングです。広っ。寝室すごい。じゃあもう住み立てですねこれ。はい、新築です。初期費用は100万超えてます。うぅ。キッチン、はい、ここは洗面台、お風呂、はい、お風呂広いの特徴です。うわ、5人で入れますえっと、住んでますね。はい、5人でお風呂入れます。では、はい、お願いします。軽食でサバ食います。はい、す行きましょう。サクッと行きましょう。マサイさん、はい、じゃあザルそばタイムアタック。わかりました、2秒で食えます。用意スタート。はい、これは今どちらに向かってるんですか？はい、今から最高の職場行きます。職場？はい、最高の仕事スペース行きます。おお、お楽しみ。行きましょう。はい、ここですか？はい、ベストワークプレイスです。ランミーティングです。ランしながらミーティングです。はい、小野さん。はい。まあ、夕方になりましたけども。はい。シンプルにですね、結果が出ている要因、要素、これやっぱ聞きたいなと思って。はい。まあ、今日一日ぐらい一緒にいてですね。はい。めちゃくちゃ才能あるとか。はい。突出してエリートかって言われたら、まあ、そうでもない気はなんとなくしてるんですよ。はいはい。だけど結果出てるところ面白いなと思って。はい。これ教えてほしいです。おっしゃる通りですね。僕別にセンスもなければ、なんか才能の塊でもないし。ぶっちゃけ何もないと思ってるんですよね。今ですら何もないと思ってるんですよ、うん、だから昨日よりもなんか今日ちょっとでもいいからプラス1成長したいとか、はい、なんかそういうことを常に思ってますと、うん、であとはなんかこう自分で立てた目標とかなんかやりたいことに対してどうやったらできるんかなっていうのを常に考えてますね。例えば予算に対してもめっちゃ厳しいと、でもどうやったらじゃあこれ達成できるんだろうとか、どうやればいけるのかなっていうのを常に考えるようにしてます。どっかで人って多分諦めて失敗しちゃうと思うんですけど、うん、常にこうでどうしたらできるよと考えていればやっぱ諦めなくなったりとか、やりきるまで続けようってなるんですよ。だから失敗するってよりかはなんか失敗じゃなくて次の一歩になるみたいな感覚が強くて、やっぱりやり続ける、でどうしたらできるかっていうのを考え続けるっていうのがめっちゃ大事だと思います。あ、根っからのポジティブマインドなんですね。そうですね、超ポジティブです。あ、ポジティブ足りてる。もう一個聞いていいですか？はい。まあ、今27歳で年収2000万じゃないですか。はい。もう結構行くとこまで行ってるなと思うんですよ、正直。なるほど。僕調べたのは、なんか20代で年収1000万の時点でもう 0.3% らしいんですよ、人口の。はいはいはい。めちゃめちゃレアじゃないですか。うん。なのにこんな頑張ってるのっていうのは、モチベーションの源泉というか、はい。反骨心だけでこんな頑張れると思ってて、はいはいはい。それちょっと気になってます。やっぱすごい僕の中で軸にあるのが、はい、後悔したくないんですよ、うん、もちろんその数千万稼いでなんかいい経験もさせてもらったんですけど、はい、そうなるともっと上の世界が見えてくるんですよ、同じ人間なのに、はい、例えば数億稼いでる若者もいたりするんですよ、これって同じ人間なのになんで僕できないんだろうって思っちゃうんですよね、で同じ人間だから僕もできると思うんですよ。なるほど。だから後悔したくないし、そういう経験してみたいっていう欲求で、もっと頑張ろう、もっと頑張ろうって思います。なるほどですね、はい。まあ、好奇心というか、まあ、自分どこまでいけんだみたいな。そうですね、ちょっとでもやりたいと思っちゃったらもうそれやらなかったら死ぬ時後悔するんですよ、うん、だからそういうのを1個でもいいから減らして、なんかマジ良かったなって思いたいですね。めちゃめちゃチャレンジャーですね。はい、毎日楽しいです。かっこいいっすわ。今更っすか。小野さん、お次は次筋トレいきます。おう、筋トレ当たり前ですジム到着です。はい、筋トレします。今日どこ鍛えるんですか？今日胸ですね。おお、胸鍛えます。いいっすね。鍵がない。え？鍵がない。帰ります。今日は筋トレしません。帰ります。そういう日です。日頃からそんなおっちょこちょいなんですか？いや、今日だけですね。今日だけ？全部計算通りです。行くことに意味がある。それだけです。ということで筋トレはなくなりましたが、はい。お次の予定は？今日この後代わりにダッシュします。切り替え早。はい。おっす。おっす。今からランニングします。はい。ランニング友達の、あきおさん、慎太郎くんです。今からランニングします。まさやさん、余裕です。
きます。一時停止よーし。じゃあ大野選手、はい、今優勝の瞬間、はい、ぜひお気持ちお聞かせください。最高です。生きてるなって感じがします。1位やっぱりこだわりたいです。思ったより足速くてびっくりしました。俊足のチーターって呼ばれてます。名前出世最高でしょ。演技がいいですね、はい、週4ぐらい来てるんでいきます。餃子屋着きました。餃子食います。本当だ、餃子屋だ。餃子専門店餃子屋、これがシンプルイズベストです。餃子屋いきます。マセさん、はい、日頃からお酒飲むんですか？ほぼ飲まないです。あら、これ一杯目です。もういい感じです。そろそろ行きます。 お酒弱いですか？はい。マセさん、なぜゴールビーに入ったんですか？ゴルビー入った理由は、まあ、2つですね。1個目がやっぱりイケてるメンバーと働きたい、ワクワクしたい、この気持ちが強くてゴールビーのイケてるメンバーを見て働きたいと思ったから入りました。で、2つ目は、まあ、僕自身がそうなんですけど、ポンコツからやっぱりまあこうなれたっていう、まあ、今も全然満足はしないんですけど、ちょっとでもこう良くなった自分を見てるので、あんな自分でもこうなれたってところで絶対みんな可能性あるやんって思ってるんですよね。で、一歩踏み込むか踏み込まないかの違いだと思ってるんですよ。やっぱ全ての人に可能性があるっていうのがすごく僕の中でも実体験を通して共感してるんで、これはなんか僕もなんかこう伝えていったりとか力になると嬉しいなって思ってて、この2つの理由で入りました。実際に入ってみていかがですか？最高っすね。なんかエネルギーあふれる集団って感じで、常にモチベーションがハイな状態で、もっと仕事をしたいとか、仕事を仕事と思ってない感じ、もっとやりたいなって常に思ってる感じなので、超楽しいです。最高です。最高です。はい、マサヤさん、はい、食いましたね。結構結構食いましたね、はい、最高でした。じゃあ今日はお疲れです。はいはい、これから家帰って、はい、少し作業して、はい、明日の準備します。もうちょっとやりましょう。マジで言ってます？はい、まだだって12時でしょ。はい、まだまだ時間はあります。やば、行きます。やってますね。はい、まあ明日の準備しっかりして、明日も最高の一日したいんで、まあやりきって今日終わります。いつもこの時間とかでもやってることあるんですか？まあ月1、まあ、今だからこそ言える昔の自分に伝えたいこと、あ、そうですね、ありますか？なんか昔の自分って結構楽しくなかったなっていうシーンが多かったりとか、ただ今も、まあ、今っていうか楽しくないなって時って共通してるんですけど、受け身なんですよね基本的に。やってみたらってのをやってみるとか、なんかやりたくないけど出せる続けるみたいなことが結構多かったなと思ってて、何でもいいかとりあえずやりたいことやってみたらって言いたいですね。それでやっぱりチャレンジになってくるし、なんか一歩それで踏み込むだけでなんか楽しいこと見つかって人生変わったりとかするんで、何でもいいからとりあえずやってみたらみたいですね。Just do it ですね。そうっすね。ナイキ履いて Just do it って感じです。はい、大野さん。はい。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ最後、はい、ラストメッセージ、視聴者の方にお願いします。まあ、僕もね、もともとすごいポンコツだったんで、なんか一個チャレンジしたりとか、なんか興味あること何でもいいと思うんで、一歩踏み込むだけでそれで人生変わったりとか、僕も転職しただけで年収倍になったりとか、ほんと一個何かやっただけで人生変わったりする可能性が全然あるので、なんか一個ね、皆さん今日これ見てもらったら明日から一個やってみたりとか、まあ、この後すぐ一個何か挑戦してみるっていうのをぜひしてもらえたら嬉しいなって思います。まあ、あんな僕でも今変われてすごく楽しい毎日送ってるんで、まあ、皆さんで、ね、最高の人生していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。